ロシア語の雑誌に掲載された、ジーアの写真、1910年代半ば、アナステージア・ミハイロブナドトービー・ CBE は、ロシア系イギリス人の貴族女性。第3代順弾尺ハロルド・ワーナーの妻。結婚後は、レディ・ジーア・ワーナーと名乗った。ロシア語名は、アナスタシア・ミハイロブナでトルビ。 ロシア皇帝アレクサンドル3世の重帝にあたるミハイル・ミハイロビチ大公とその妻のメーレンベルク伯爵夫人、ゾフィーの間の長女としてドイツのビースバーデンで生まれた。愛称はジーヤと言った。両親の結婚はロシア帝室の家内法に定触する既成結婚だったため、間に生まれた子供たちはロシア帝室の正式な成員とは認められなかった。 ジーヤと妹ナデジダ、弟ミハイルは、母が結婚に際して、おじのルクセンブルク大公アドルフから与えられた、トービー白爵の称号を名乗った。母方の祖祖父には、小説家、アレクサンドル・プーシキンがいる。1917年7月20日に、ロンドンにおいて、不豪の息子サー・ハロルド・ワーナーと結婚した。ハロルドの父親の順番尺、ジュリアス・ワーナーは、 南アフリカ産のダイヤモンドで莫大な富を築いた、ドイツ系実業家だった。同年9月、イギリス王女王子五世の直居場により、ジーアは、宮中赤字及び称号に関して、白爵令状と同格として扱われることになり、白爵夫人の称号は使われないことになった。以後は、レディジーアとして知られることになった。夫は1948年に順番借用。 相続した。ジーヤは、夫との間に、ジョージ・ワーナー、ジョージ・アナ・ワーナー、マイラ・ワーナーの一男二女を設けた。第二次世界大戦中の1942年には、一人息子を、北アフリカ戦線のチュニジアで亡くしている。名馬、ブラウン・ジャック・ゴーの所有者だった夫と共に馬主としても、知られ、1966年には、自身の所有する、シャーロット・タウン・ゴーが、 エプソムダービーで優勝した。ジーヤの孫娘たちの中には、第5代アバコーン公爵の夫人アレグザンドラ、その妹で、第6代ウェストミンスター公爵の夫人ナターリア、そのいとこで、第17代ダルハウジー伯爵の夫人マラリーンがいる。ありがとうございます。